12月18日、ケリ姫スイーツ。今日は日曜日なので、ザクザク動画ありますよと。やっとくか。1日に4回。レッツゴー！明日朝、アップデートかな？のメンテがあって、あの、娘メンバーの、あんちゃん。あんちゃんが出てくると。で、まあ、回復とバンク系かなと思ったら、調べてみたらね、結構やばい要素があった。どっかに書いてあるかな。まあ、明日になればね、また改めて紹介できると思うけど、なんかね、2回行動ができるらしい。YouTube の、その、ケリ姫公式の紹介動画みたいのがあるんだけども、それ、これプレイしながらやろうとすると YouTube の画面移行しなくちゃいけないだろうから、ね、それを映すと、なんかちょっと天才気味になっちゃうから、それは、おのおので見ておいてくれということにしておきつつ、後でまた確認するけど、確か回復、バフ、2回コードとかそんな感じだったかな。バフはあったかな。まあ、すぐこっちが終わると思うんで、文章のみで確認できるかな。確かね、ケリ姫アカウント、ツイッターのあっちにも書いてあったような気がするんだよな。先制術師だとちょっと取りこぼしちゃったりするけど、ここも強戦士だとしっかりと取り切れる。持って、情報、何か書いてありますかね。動画でチェック。じゃあ、確認のため一人で見てきます。確認したところ、体力回復と、あと死んだキャラ、その死体があるキャラクターは復活する。でもってやっぱ凶悪なのが2回行動。レッツゴー！それやっちゃっていいのかなーっていう。ねえ、だいぶ楽にはなるだろうけども、それに合わせたバランスで作られたりしたらたまんねえからな。で、ギャンブラーとかも2回スロットになるし、団長とかで出す像とかも増える。まあ、単純にその2回分になると。かなり美味しいキャラではあるけども、いいのかなーって思うんだけど、ほんとケリ姫はね、1ターンが重要になってきたりするからね。ありがたい性能ではあるけども、やっぱインフレが続くとその後が怖いからね。アップデートとか、その追加アップデートって聞こえはいいけど、最初にあった、なんだろう、ゲームレベルをもう変えちゃうってことだからね。現にさ、通常職だけで、ね、そのバランスで作ってたんだけども、いろんなキャラが増え、覚醒職が増えて、それはそれで楽しいけども、その後に出た方に合わせたバランスになってきちゃうからね、どうしても。結局のところ、一言で言えばバランスが悪いってことになっちゃうから、そこが悩みどころだな。とりあえず育てておくに越したことはないけども。どうしても新キャラをとかってのは思うけども、どうしても手放しには喜べない不安もありつつだけども、まあ明日のアップデートでね、おそらく出てくると思うんで、それを待ちましょう。多分その時のガチャじゃどうせ出ないよ。娘メンバーの引き弱いからな、俺。最近、あれ全然見てないな、4コマ。4コマどこだ？あるか？4 コマまだやってる？もうなくなった？どっかにあるんだろうな。ということで、まあ、個人的に後で見ておきましょうかね。BGM、ステッカー、
作成。前は4コマのやつがね、普通にポーンってあったのにね、バナーで。ないなら、いいや。無理に見ることもなし。ってな感じで、また明日。